皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのスイです。めちゃくちゃ寒くなってきましたけど、いかがお過ごしでしょうか。走りやすい季節やってきましたね。この前私ね、ハーフマラソン出た動画ちょっとアップしたんですけども、もうね、自分でびっくりするぐらい横ぶれがひどかったんですよ。もともとね、もっとすごいひどかったんですけど、これが少しずつ治ってきて結構改善したかなと思ってたら、またね出てきちゃったりとかして、自分のフォームってなかなかね、撮影とかしない限り見れないじゃないですか。で、私は結構横ぶれが強いタイプなんですけど、例えばもう腰が落ちがちな人とか、まあもともと落ちて走ってる方とか、あとは顎で、私も顎出やすいんですけど、顎出ちゃう方とかね、顎出るとね、本当に腰に負担かかって怪我しやすいですし、前もも使っちゃったり、ふくらはぎ使っちゃってね、もう足が太くなるだけじゃなくって、本当もう怪我につながるっていうのが、もう私一番嫌なところで、フォーム改善の前に自分のフォームってどんなフォームなんだろうってね、知りたい方たくさんいらっしゃると思うんですけど、なかなか自分で見ることって難しいと思います。その中で今日はジーンズでね、私普通の普段からのおしゃれメガネとかのお店なのかなと思ってたんですけど、こういうランナー向けのねメガネが出てるんですよ。これをねシャキンとつけるだけで自分のフォームがですねチェックできるということで、今日はねいろいろ試しながらフォームチェックをねしていきたいと思います。あとは今動き作り大切ですよって皆さんにも言ってるんですけど、動き作りをすると本当にフォームって良くなるのかなとか、その辺もねしっかり確認していきたいなと思いますので、最後までお付き合いください。よろしく。はい、こんな横ぶれ私はしてませんから、というあなた本当に大丈夫でしょうか。今右上のグラフのお山がね、今丸ついてるお山のところがブレてるよ、あなたの走りブレてるよってね教えてくれております。さあ続いて首が前に出ております。前に出てると今ね警告赤く出ておりますね。こんな走りするわけないやんってね、撮ってみたらこうなってたなんてことも。さあ次はピッチでございます。ピッチがねちっちゃいよ、ちっちゃいとこんな感じでね赤く警告が出るようになってますね。定期的につけて走れば、あ調子いい時はこんな感じだった、悪いからこんな感じとかねチェックすることができますね。さあ次は腰が落ちております。今ねかなり大げさにやってるんで、かなり大きな警告出てますけれども、え落としてるつもりなかったのに落ちてたんだってことにね気づかせてくれます。そして最終的には総評というもので自分のフォームをチェックすることができます。ちょっとね気持ち悪かったですね、変なフォームで走るっていうのは。今気持ちよく走ってます。さあ今度は自信満々に私の走りをチェックしていただきます。いやーこの走りいいでしょうって私思って走ってるんですよね。いや撮影されてるからめっちゃいろいろ気にしてるし、美しいフォームって出ると思ってたんですけど、上半身がね前後にぐらついてると指摘を受けてしまいました。さあ動き作りをしっかりやっていきます。今ね走ってみたんですけど、綺麗に走れてるかなと思ったらね、やっぱり癖がちょっとね前に出ちゃう癖とかがやっぱ出てしまってて、でこれね動き作りでどれぐらい改善するかっていうのもねちょっと確認していきたいと思います。しっかりと動き作りやっていきます。動き作りはこの三塚コーチに教えてもらったこちらをねやります。しっかりやってますか。動き作りの前に動的ストレッチとかね関節周りをほぐしていきたいと思います。めんどくさいけどやると楽になります。この辺からね動き作りになりますね。動画でしっかり一緒にやれるような作りになってますのでね、ぜひ一緒にやってください。苦手だったランジも少しずつですけどね動き良くなってきました。自分の反発を受けるトレーニングもね入れてます。バウンディングだんだんマシになってきましたよ。さあ動き作り後私の走りはどうなるでしょうか、ということでね前傾のブレがねなくなったはなくなったんですが、ただですね上下動がちょっと増えてしまいましたね。動き作りで体動かしやすくなった分大きく動けてるんですけど、上下動増えちゃってたってところでですね、まだまだ改善しなきゃいけない部分が多いんですけれども、とにかく自分の走りのデータがねこんな感じで集められる。サングラスの付け心地としてはもうほんとスポーツサングラスって感じで軽いですし、レンズもあいいレンズ使ってるな、さすがジーンズって思いました。計測する際はアプリを入れた携帯を持って走るっていうね感じになります。走り始めてちょっとするとねランニングフォーム安定したのか、ちょっといいランニングフォームになったとかね、その辺も分かってくるようになってます。1キロあたり1秒違うだけで10キロで10秒でしょ、フルマラソンで42秒ちょっと変わってくるじゃないですか。で2秒近かったらもう1分半ぐらいねフルマラソンで変わってくるわけで、
もう着地一つで変わりますし、こういったブレ一つ一つをね解消していくだけでね、かなり推進力に変わっていくんで、もうフルマラソンのタイムだいぶ変わってくると思うんですよね。変えていきたい。このフォームがお手本ですよと言えるねフォームではまだないので、スペシャルな方を撮影してきました。動き作り後はね、動画で分かった方も多いと思うんですけど、やっぱりフォーム変わるんですよね。で、自分の意識する場所も動き作りする前だと、こう自分の頭のイメージだけでこういいフォームいいフォームと思うんですけど、動き作りした後だともう勝手に体幹部だったりお尻にね刺激が入るんで、勝手にそこ使って走ってくれるんですよね。だからかね、やっぱりあの私の悪い癖の前傾、あの顎出ちゃう系もですね、動き作りの後は良くなってましたね。はい、ということで白方コーチのフォームも撮影させていただきました。見てください、このフォームとこのデータ、赤とか黄色までもない、さすがでございます。でなんか進んでなさそうでめっちゃ進むんですよね。これ3分50ぐらいでね走られてるんですけども、インターバル練習後でもこの素晴らしい走りありがとうございました。いや白方さん、はい、めちゃくちゃ綺麗なんですけど。ありがとうございます。素晴らしいですね。ドドン、こうやって、はい、今日やっぱりいつもよりフォーム気にされました。そうですね、まあ自分が一番安定して走れるフォーム、うん、まあ、目線だったりとか、はい、まあ、腕振りリズムとか、まあ、着地の部分とか、うん、まあ、気にするっていうか一番楽なところどこなのかなって感じるのが大事かなと思います、はいはい、そうか。これはあの視聴者の皆さんで、はい、みんなこういう風になりたいと思うんですけど、うん、私もなってるつもりなのにいろいろブレてるところがあったりとかしたんですけど、何したらいいですかね。そうですね、一応ジズミムの場合ね、はい、あの修正のエクササイズっていうのがあるので、白方さん出てきますよね、はいはい、まあここでやってもらえるんであればそれを日々繰り返してもらうと、はい、やっぱり無意識のレベルを上げていくと、うん、もう特に考えなくてもフォーム整ってくるんですね。全然違かったっていうね、はい、ありがとうございました。お手本がお手本すぎてね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ本日のラストを締めくくってくれるのはアンジェリーナ・ジョリーではなくサータンでございます。サータンはね、もともと筋トレ系の大会で優勝されたりしてる方なんですけども、今はねランニングにハマってね、すごいですよ。初ハーフで1時間半切ってますからね。3時間15分目指しますって言ってましたけど、今練習内容はもうサブ3切るような練習をされておりますね。黄色部分ねちょっとありますけどね、まだ走り始めて1年経ってないのでこれからが楽しみです。最後はめちゃくちゃなフォームで走ってみます。しかしねこれフルマラソンの最後こんな感じになってる方いませんか。いなさそうでいるからね、私もね人のこと言えないんですけれども、こうなっちゃったりとかするんだよね疲れてるとね。客観的に見るとこれじゃ進むわけないじゃんってね分かるんですけどね。こういうのが撮影しないとなかなか難しいところなんですが、今回はねこのメガネをかけるだけで分かってしまうというね、ジーンズミーム使用してみました。フォームがね悪くなってしまうのってもう全然本当なかなか気づけないんですけど、もう結果ね怪我しちゃうし、もうスピードも出ないからやっぱり結果もね出づらいですしね、いいこと全くないので、本当フォーム改善って大切になってきます。まあ、自分のこういったグッズを使っての自分のフォームチェックだったりとか動き作りをね日々しっかりやっていいフォームで走っていきましょう。それではまたうたらんチャンネルであなたの走りをチェック。それではまたね、バイバーイ。